次は私が主に使っている献血の落ち貝のをやっていきたいと思います。この献血の落ち狩りはポイントは相手の顔をどう決めるかなんですが、まず顔の決め方としては自分の釣り手で相手の顎を押す。で、引き手は自分の方に手繰り寄せるという感じで顔を決めて、そこで落ち狩りを入って、そのまま斜めの方向にケンケンしていく。いきます。相手の顎を押す。で、自分の引き手は自分の方に引いてくる。でそこで斜めの方向にケンケンして、で、前後より人間は斜めの方向にケンケンされる方が一番弱いので、もう後ろ前じゃなく絶対にケンケンするときは斜めが一番弱い。そうで、足の位置なんですが、足はなるべく一歩目で相手に近づく。相手に近づき、で、2歩目でさらに近づく。で、近づいて、もう顔をその段階で決めて、